見ていきます。見てるならやってほしいけどね。これはね、あのマスキングテープでアブラムシを駆除します、うんね、え粘着力が弱いから。これ剥がれますか？剥がれない。おしゃれなガーデニンググローブ。剥がれなかった。え、もう、はい、もう取っちゃうの？おしゃれアイテム。もういいの？使えない。アブラムシの時は取ろうか、うんうん、そうね。そう、これね、弱いあの粘着力でアブラムシペタって貼って剥がすとここにびっちりつく。残酷だけど、でも一つ一つ取るよりは簡単だから、うんうんうん、一番気になるのがこれを。これこれ、どうしたのよこれ。怖いよ。ハンニャのお面でしょ。あのね、そろそろね、カラスが来るんだって。そういうことですか。でカラスはトマトが大好きで、うん、しかも賢いから、うん、ちょうど赤くなったトマトを狙いに来るんだって、うん、ということで、これはカラスよけのお面です。懐かしい。カラスよけ、ちょっと待って、これ懐かしい。懐かしい。あ、気になった。今部長の声聞こえました。今懐かしい入りました。これはね、説明してもらわないと、近藤あずみアナウンサーは知らないと思うんだけど、私が今から7、8年前に、はい、秋高田町の神楽門前東寺村神楽を PR する施設があるんですが、はい、そこで、取材で作った神楽の鬼のお面です。あ、7、8年前に感動してたものが今こうしてカラスよけと見事なられたわけですね。そっちのすごいからね。クオリティにすごいって言ってくれたんだと思う。クオリティもすごいと思います。これ普通に売り物かと思いました。これ一回家に持って帰られましたね、新婚の頃に。そうなんです、はい、家に飾ってたんですか？一度退職するときに、はい、家にあの持って帰ったんですけど、うん、あまりにも怖かったのでまた持ってきました。でそれぞれあのアナウンサーのこうデスクを点々としてたんですよ。みんな怖いからあげる、怖いからあげてたんですね。ようやく日の目を見ました。これカラスも怖いのかな。どう思う？いや、これしかないと思ったんだけど、なんかもうちょっとキラキラしてたらさ余計怖いかなと思って。なんかあ、カラスよけってなんか光ってますね。光ってるよね。そうそうそう、反射板みたいな。あれね、調べました、うん、カラスは賢いから、うん、ね、何日かしたら効果がなくなってしまうそうです。あ、そのキラキラ、そう、もう怖くないってね、わかるんです。これも何日かしたらそうそう、これもねそこまで考えたの。これもきっと何日かしたらバレるから、うんうん、この前アナウンス部のね、うん、誰だったかな、斉藤アナウンサーのデスクの上に、うん、あの葵ちゃんの、うん、こう写真を引き伸ばしたフィリップがあったから、うん、今度は1週間後それを置いておこうかな。ちょっとずつ変わっていくんですね。そうそうそう、なるほどね。ひとまずは今回はこのお面を使ってやるとね、置いておこうかなと思って、あ、やってみよう、やってみよう。紐はこの支柱を立ててね、うん、こうジグザグジグザグこう張り巡らせてカラスを、そういうことなんだ。しました、というわけで、はい、今日はたくさん作業がありますけど、うん、よろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。あれ、やるんじゃないかって。私見に来ただけなので。